16世紀のキリシタン版キリシタン版とは、近世初期に日本を中心にイエズス会によって刊行されたローマ字、あるいは漢字、仮名による印刷物の通称である。キリスト教の布教のため、日本へ来たイエズス会司主のアレッサンドロ・バリニャーノが、同会の教育事業の一環として計画した。その計画は、必ずしも成功したとは言えなかった。しかし、 50点以上の出版物が刊行され、また東アジアで初めて西洋印刷術によって印行された書物、印刷史上重要な刊行物であり、ローマ字表記された当時の日本語口語文など、言語史上にも貴重な資料になっている。キリシタン版と呼ばれる書物群は論者によってザ・ジェスイット・ミッション・プレス・イン・ジャパンや日本野蘇解版、キリシタン版などとも呼ばれ、 材目は一致しないこともあるものの、日本において、イエズス会が観光した書目を中心に据える点では、大体一致している。イエズス会の宣教師、アレッサンドロ・バリニャーノは、天正7年からの初の日本巡察の際、日本の宣教師などとの会議を経て、さらなる不況の拡大には内外人に教育を施すことが欠かせないことを認め、教育事業を拡大する方針を取った。 すでに教育に必要な書物は整備されつつあったが、教科書の著者は負担が大きく、教科書の日本での出版の必要性を報告した。また、その時、西欧の書物をよくよく吟味して、異端に日本の信者が触れぬべきであるとも述べられている。バリニャーノは学人のために教科書をローマ字によって印行する、また後にカタカナを用いた一般向けの書物を、 銀行する計画を立てた日本語の文字による印行は、その数の多さから不可能であるとした。その計画は実行することが決められ、天照権王少年施設に随行した、日本人修道士、ジョルジェで、ロヨラの筆跡をもとに、ヨーロッパにて活字が作成された。またリスボンにてロヨラ及びコンスタンチーノ・ドゥラード、アウグスティノラに技術を学ばせ、また、同地より、 活版印刷機を持ち帰ることができた。その運搬の途中、ゴアニテバリヤーノと開校した施設は、感謝の演説を行い、その演説をもとに、通称、ハラマルティノの演説と呼ばれる書物が、コンスタンチーノ・ドゥラードにより引行された。一行は再び、日本へと向かったが、すでに、豊臣秀吉の出したバテレン追放令の後で、直ちに帰国することができなかった。ために、 マカオに留まり、その間に、キリスト教指定の教育、憲王施設隊岩六を引行した。ロヨラは、マカオで死去してしまったが、バリニャーノが、インド副王の施設という資格を帯びて、日本に入ったのは、天正18年7月のことであった。印刷機は、カズサのコレジオに安置された。当時のコレジオは、島原にあり、後に、天草、長崎と移転したため、 それぞれの時期の出版物は出版地の名をとってカズサ版、天草版、長崎版と呼ばれる。また、京都で引行されたコンテムツス、ムンチは出版社の名をとって原田版と呼ばれる。また、長崎で引行された国字本はイエズス会から印刷書を委託した後藤隆委員という信者の下ですられ、3点が確認されている。 印刷機の導入が決定された頃と比べて、キリシタンへの政治的弾圧は大きなものとなっていた。各地のイエズス会の施設が破壊され、まず、カズサのコレジオに置かれた印刷機は、日本語及びラテン語の書物の印刷に早速使われ、日本文典や辞書などが印刷のために準備された。出版にあたっては内容を研究、精査し、認可したもののみにし、以降教団で、 統一的に使用するものとした。認可は、教皇より、日本で独自に行えるよう直を得て望んだのである。その後、天草の学林、長崎へと印刷機は場所を移し、また、資金の都合などから、後藤透明衆院へ印刷機を託し、国事本の出版をさせたり、京都において、原田アントニオに出版させたりしたのであった。慶長19年に、キリシタンに対する、 大々的な追放令が出され、印刷機がマカオに移された後も、日本小文典などが引行されはしたものの数点に、とどまり、日本に残った書物も寛永4年焼却されたのである。この出版事業においては、当初の目的であった聖職者要請に用いる書物、カタカナによる告示本に止まらず、総書体漢字、カナを用いた告示本まで刊行された。 明確な記録はほぼないものの、1000から2000の部数があった。キリシタン版は、キリシタン追放と共に終わり、同時代に持ち込まれた、李朝の同活字が古活字版の起源となりその後の、正版文化の素にもなったのに対し、キリシタン版はその後の日本には、影響を及ぼさなかったという見解が主流であるが、印刷技法の検討から古活字版は、 キリシタン版の影響から起こったとの指摘もある。平家物語の大扉には、日本の言葉とイストリアを習い知らんと欲する人の、ために世話にや腹らたる、平家の物語とあり、イソホ物語、金句集で一つをなす日本語教育書で、和漢老英州集に含まれる、往来物、キリシタン往来は、前者が武家向けのものであるのに対し、後者は商人にも用いるような教科書であった。 その一方でまた、マカオで引行された書物は、ラテン語教育のためのものであったし、この他にも、ドチリーナ、キリシタンなどの協議書なども多く刊行された。コンテムツス、ムンチが京都で販売を目的として引行され、後藤版も利益を目的とした出版で、より読みやすい書物を作ったことからもわかる通り、日本人に対する広範な不況、教育と来日宣教師に対する、 実践的な日本語教育が主眼であったことが知られる。ために、ローマ字本は来日宣教師のための語学書であり、国字本は日本人向けに出版されたのであって、編集上にもそれが現れて、特に、後塔版などで一般信者に向けた編集がなされている。内容については、その発行物から文学、語学の両面から検討されている。語学においては、 刊行されたキリシタン版だけではなく、写本類をも、範疇として研究がなされている。発音符号を伴ったローマ字表記で、厳密な表音主義に則とると考えられた、ローマ字本を中心に、交互資料として分析されてきた。特に、音韻では、声濁や、超音の介護のことが細かく記されているなど、ローマ字本において、諸資料において、特に顕著に見出されるものが多々あった。 大小の日本文典は、お人、語彙だけではなく、方言や文法についても言及されているため、重要視される。また、ローマ字本との差異を捉えて、国字本をもとに研究もなされている。これらは、他言語話者が日本語を効率よく学習、表記するために半本において特に詳細であり、規範性が強いものである。 キリシタン版は日本で最初の活版印刷による出版であったと同時にヨーロッパより将来された印刷機は当初1台であったがマカオに移送された年には3台にまで増えていた印刷機と共に将来されたのはローマン大活字のみであったそのほとんどの書体は最新のものではなく西欧において同時代の使用が見られないものさえあり印刷術として高度なものはなかった しかし、短期間で日本語活字の製造をもなし得たことは、その習熟の速さを物語ることである。将来印刷機は、王子一般的であったアンドンガイ型を用いたもので、身の番の印行も可能な大きさであったと考えられている。オーブン活字は、キャノンはアッセンドニカあるいはダブルパイカパラゴンのゴアやマカオでの使用を経て将来されたものが当初より使われた。 その後追加や懐中などがなされ、合わせて8種の大きさの活字が使われた。イタリック体はついに将来されることなく、日本において不敬から製造された。その大きさは、パラゴンと18ポイント相当のもの、パイカの3種である。日本語文字では、漢字ひらがなの大小2種類、および漢字カタカナによる印鋼が確認されている。漢字ひらがなの印鋼物に関しては活字による、 銀行で、かつ、大小の順に作られたことが認められている。カタカナが最初に引行されたとする説が強く、これは、バリニャーノの1584年の書簡に、カタカナ母系をメキスタに要望しているのによっている。カタカナや、大型活字については、正版や木活字によると考えられたこともあったが、荒い都市による論考で全てが、金属活字によるとされた。 ただし、小型活字からは補充として、木活字が用いられている。京都版に限っては、例外で、正反説なども唱えられたが、木活字による陰講だという説が指示されている。活字の製作について、オーブン活字についてはパンチから製造されたことは初夏に、疑いがない。日本語活字については、オーブンと同じと考え特に言及されず、またパンチであると指示するものもあり、 原子を木の駒に掘ったとする説もあったが、当初はヨーロッパで製作した活字以上のものはないことが明らかとなり、自家製造が可能になったのは、イタリック活字製造の方がある1594年以来と考えられるようになった。オーブン活字は天地幅を一定にするが、日本語活字に応用するときに、それを回転し、左右幅を固定した。これにより左右よりも、 天地の大きさの変動が激しい筆者体の再現が容易になるのである。太平記などの小型活字本などには、木活字による補充があることが知られる。印刷紙は、日本国内観光のものはおおむねわ紙の著皮紙、日本国外観光本も多くのものは、日本国外に賛成られた紙である。キリシタン版は、隠滅したものもあり、また前述の通り論者によって定義が異なるし、 発見し得た点数も異なる。レオン・パジェスの最初の書誌に掲載された点数は21種で、アーネスト・サトウはそのうち7種を確認しさらに7種を付け加えた。日本において引行されたものをキリシタン版と呼ぶと見ながらの定義に従うと、現在キリシタン版として呼ばれているのは32点である。観光都市順に書目を一覧する。また、ヨハネス・ラウレスの キリシタン文庫の半本一覧もよく参照される。書本の成立をめぐっては様々な問題を見出すことができる。例えば、キリシタンが残した写本資料からどのように、またどれを元にして出版したのか、同じ原書に対してローマ字本と国字本がある場合どちらの内容が先行しまたどのように違うかということが考えられる。翻訳に当たったのは、 日本人である。漢喜と開始の書簡により、サントスのご作業のうち抜き書きの役者は、大型剣パウロとその子 V センテとされる。この中の一伝には日本語文字による写本と、ローマ字による写本とがあり、それぞれがどのように成立したかという問題は、資料の欠如もあり、高級が難しい。また、太平記抜き書きにおいては、山田隆夫や新村でなどが、 太平記ルフボン系からの単純な消失とみなし、後に定本として、慶長版枯渇字本の一本に特定する研究がなされたが、宮島一郎が、反キリスト教的表現の改変を指摘し、抜き書きについての変者の存在を主張した。イエズス会が日本で出版を行っていたことは、宣教師が本部にしばしば報告していたことでもあってよく知られており、 その活動やいくつかの書は、教会史においてもしばしば触れられるところであった。また、19世紀にヨーロッパにおいて日本学が勃興し、ランドレスによるロドリゲスの日本小文典仏訳が出ると大いに用いられ、ヨハン・ヨーゼフ・ホフマンの日本文典に影響を与えたほか、レオン・パジェスによる日本辞典仏訳などの呼び水となり、バジルホール・チェンバレンを通じて、 日本における近代の日本語研究にも大きな影響を与えた。キリシタン版が出版活動として検討されるようになったのは、バジェスによる日本図書目録に取り上げられたことをはじめとしよう。その後、アーネスト・佐藤がヨーロッパ各地に残るキリシタン版を調査して、日本イエズス会観光書誌を表し、研究の基礎となった。また、 チェンバレンによる日本語史資料としての先駆的紹介はあったものの、本格的な研究はシンソンでの登場を待ってからであった。また、幕末の頃、ベルナール・プティジャンはバティカンやフィリピンなどの各地に残されたキリシタン版を再販している。シンソンは西洋を外遊し、様々な資料を紹介するとともに、諸指的事項の整備など、諸研究の先駆を成した。 シンソンはこれらが活字版であるとする佐藤の論を補強するとともに、キリシタンの文献を日本語詞の資料として扱い、キリシタンの文献が有用であることを示した。主に半本の研究が中心だったのが、写本にも独自の問題が見出されるようになったのは、土井忠夫や福島国道らの諸研究によるところが大きく、写本との比較により、 キリシタン版の日本語ローマ字本は整理された基本的表記であり、音韻の実態と離れていることも明らかにされた。キリシタン版の諸子学研究をめぐっては、シンソンの後、キリシタン研究や言語研究の資料としての整備の一環として研究されてきた。ヒイラギ・ゲンイチやエビサワ・リミチ、ドイ・タダオなどが挙げられる。ヨハネス・ラウレスによる、 キリシタン文庫はその最も包括的な目録である。これらはキリシタイ研究や言語研究の一環としてキリシタン版の問題を考えたものであった。その中で天理教の二大新柱である中山商然による収集によってキリシタン版を多く所蔵するようになった天理大学付属天理図書館において館長富永牧田以下の 荒井都市や大内田貞夫などの官員によって諸子学的研究が進められ、特に印刷技法や出版事業の研究において重要な成果がもたらされた。その成果は同館期間し、ビブリアに多く発表されたほか、キリシタン版の研究、富永茉北のキリシタン版文字項とまとめられた。大内田による枯活字版とキリシタン版の関係の指摘から、 森上治と山口忠夫の印刷技法についての講求から国字本についての研究が多く出ている。ありがとうございます。